はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のりです。さあ本日なんですが、ついに実装されました時を割くモルガナイトこの最強カードを今日はね使ってデッキを組んできたのでご紹介をしていきたいと思います。これどういう効果を持ってるかっていうと、このデュエル中に以下の効果を全部適用しますよという効果になってまして、正直ねこれ1回使っただけではアドバンテージ稼げないんですね。ただどういう効果を持ってるか、手札のモンスターの効果発動できませんということで、まあ、手札誘発死にます全部。はい、なので、まあ、うらら、増字、ビーステッドなどなど、まあ、全ての手札のモンスターの効果発動できませんので、手札誘発を入るデッキではこれを、まあ、使うことはできない。で、自分のドローフェーズの通常ドローが2枚になる。毎ターン2ドローです。毎ターン、まあその現代遊戯王においてまあ、高校ワンキル、3ターン目キルが流行ってる中で、続きのドローが2枚になったところでなんか強いのかという話があると、まあちょっと微妙かなとは思うんですけども、まあロングゲームには強いですね。で、自分は通常召喚を1ターンに2回まで行うことができる。要は、デュアルサモン。毎ターン。これがですね、何と相性がいいかっていう話なんですよ。テクナイハートを使わない、ドローが2枚になって、ロングゲームができて、で、通常召喚2回行ったら強いデッキ。メタビジョンですね。メタビジョンです。はい。で、今回はメタビートを、モルガナイト入れて作ってきましたっていう感じですね。で、メタビはね、モルガナイト打って、例えばですよ、モルガナイト打って召喚権2回になったところで、インスペクトボーダーとパキファロー召喚みたいな、動きしてるともう終わりじゃないですか、それだけで。それだけで終わりなんですよ。はい。マジ強いでしょ、その動き。で、あれですね、フィールドのその盤面のモンスターは雑魚なんですよ、基本的に。あの攻撃力が、まあ一応インスペクトとか2000あるんですけど、まあこの辺の1000とか1200とかしかないから、まあ、後ろのトラップカードで守ってあげるという感じの構築で、モルガナイトは結局その発動したターンは結局手札マイナス1になってるだけなんですね。召喚権、まあ、要はデュアルサモン打ったぐらいで、アドバンテージ稼いでないので、だからアドバンテージを稼ぐためにはですね、ありえない量の あのドローソースを入れるしかないんですよ。だから、例えば、今回、命削りの放殺とか、まあ、剛剣とか、ゴードンとかぶち込んでまして、まあ、この辺のカードで、手札を増やして、まあ、モルガナイトからの展開の、アドバンテージの損を一旦回復して、まあ、次のターンからめちゃくちゃなアドバンテージを稼いでいくっていう感じの動きになりますね。まあ、理想はですよ。理想は、インスペクトボーダー召喚。で、なんか全部セットして、命削りの放殺打つ。で、3枚ドロー。で、その後にモルガナイト引いて、モルガナイト、打ってから引いたパッケ召喚みたいな。だから盤面、先行盤面ね、先行盤面インスペクトボーダープラス、パッケみたいな、特殊化ができないモンスターの数を言えみたいな、そういう動き、これをねしていきたいと思ってますまあ成功率はねそんな高くないですし、あと高校どうすんねんみたいな話あるんですけどね。はい、まあ、高校はプレミということで、早速この最強カード時を割くモルガナイトのパワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。クソすぎるよ、モルガナイト来ないもん手札に。あ、来たわ、モルガナイト来たんだけど、マジやった。これは いけるか、モルガナイト、まあモルガナイトの意味があるかと言われると怪しいけど、まあ、インスペクトボーダー召喚してからモルガナイト発動インスペクトボーダーはね、じゃあ召喚してからなんかいろいろ打つと、ウララとかゾウジとか飛んでこなくなるんでね。はい、これでエンドですね。インスペクトボーダーで頑張ります。さあ、相手はモンスターの効果 を今のところはまだ発動できない。知識融合シンクロエクシーズペンデラムリンクが出てきたら、1回だけ発動できるようになるんですけども、今のところは何も発動できませんという話ですね。さあ、後ろ結構強いですよ、僕。後ろのカード結構強い。でちなみに、モルガナイト発動してるんで、僕は次のターン2枚ドロー。で、消化器が2回。つえー、今のところ盤面はあんま強くないけど、まあまあ、神花で対処できる範囲内であると助かる。さあ、相手困ってるぞ相手困ってるぞ、まあ、攻撃力高いからな。クイックリボルブ、あー、ドラリンかな。クイックリボルブか。センサー万別発動しちゃいしちゃったらいいんじゃない。これでもドラゴン族1体まででお願いしますって言えば多分大丈夫やから。センサー万別発動で、種族1体まででお願いしますね。はい、種族1体まででお願いしますはい、もうリンクモンスターも出せません。バレットトレーサー1体でリンク召喚ストライカーはできません。なんでかっていうとセンサー破滅があるから。さあ、センサー破滅はドラゴン族モンスターが1体までという縛りがあるので、ドラゴン族を、リンクソアに変えることはできない。でもちろん、インスペクトボードあるからビーステッド出ない。効果は発動できないからね。
でリンクモンスター出せないと、もうこれ結構終わったんじゃないもうもはやなんかこれでサレンダーさせたんだけども、全くなんかモルガライトの意味もなく、あエンドフェイズでモルガライトの全く意味もなく、なんか普通に終わりそうなんだけど大丈夫、合計で2枚ドロー杖2枚ドロー杖で強欲で謙虚な壺発動、3枚めくる強すぎる、いくぜパキアの召喚バトルクソすぎる、クソすぎる、なんだこのデッキえモンスター特殊召喚できなくてゴミすぎるだろこのデッキ。これ今なんか結界像採用するんだったら誰が一番いいんですかね、ちょっとねわかんねえな。まあ一応あの上限っていうパターンもあんだけどね、採用するとしたらね、上限もまあまあある。あーオッケー、占らないじゃん、マジ占らないの、モルガライト発動し、モルガライト発動させてもろってで豪華の結界と出す。これ豪華一応入ってんだけどさ、まあ無限保養やんなこれ、無限保養がエフェクトベイラーがあんな。で、命削り発動で。で、3枚ドローで。はい、OK。で、もう一発、豪華の結界図を出して。これ、なんか豪華の結界像とさ、もう結界像ちょっと散らしたらいいか。だから、つまりこういうことが起きるから。これ、水も1匹ぐらい入れとく。水とか炎とか今強そうだよね。血とかはもう終わってるからさ、あのフェンリルが出てくるから。だから結界像は炎となんか水とかを散らして入れたらワンチャン強説ある。無限抱擁やるやん、やるやないか。まあ別にスルーはしないよ、もう一匹いるからね誰ダブル無限抱擁は無理、ちょっと先行でダブル無限抱擁強すぎ、笑ったメタビーっていうの回答を持っていたか。まあでもこれでとりあえず1体は有効になってるんで大丈夫ですね、1体は有効で。しかも一応後ろに、ま、守るカードめちゃくちゃあるので、ライツアート、あ、クシャトリラか、なるほど、クシャトリラか、クシャトリラね、あ、オッケーオッケー。で、結界像にぶん殴られます。そっちは守られてない方だっけ、あ、つけめない方か、あー、ミラーフォース、そこ知れぬ絶望の淵に沈ませる、そこ知れぬ絶望の縁で沈め、盛大にバリアーミラーフォースバゴーンいや現代遊戯王を久しぶりに使いました、盛大にバリアーミラーフォースティアラメッツが減ってくるとね使いやすくなるんですけどねこれね、はい、いややばいバースって待って、ライズハート炎属性やんマジでキモいわ、炎属性のキモいわあいつ、ライズハートね、はいはい、いいでしょう、ライズハートが炎属性のマジキモいですね。でモンスター効果も一応発動できる、まあ発動したところで今そんなにヤバいこと起きないでしょ、ビッグバン除外してもあんま意味ないし、パーピアス回収、あ、じゃあバースか、バース除外、まあ、回収できるもんだけど、はい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 、いいよいいよ、パキケミラーフォースセンサーバメですね、オッケーオッケーオッケー。で僕2枚ドローですからデッキトップ、1枚ドロー2枚ドロー、うおーラッシュデュエルで合計発動、3枚めくります。はい。パキアロー、モルガナイト、ボーダー。なるほど。いや、これ難しいな。ボーダーは通常召喚で今できない、通常召喚っていうか、表側で召喚できないが、パキアで召喚は縛ってるから、ボーダー説はある。これちょっとボーダーセットするわ。パキアロである必要なんか多分あんまないんだよな。結界像いるし、今。まあ、アライズハートが出てたところであんま関係ないから、あんまりね。あー、まあ、除外どうぞ。はい、墓地区のカード全く使わないんでどうぞどうぞご自由にどうぞ。あれですね、何でしたっけ、自分の墓地のカードをその何も使わないのでネクロバレーとかあの辺も相性はいいです、マクロコスモスとかもう相性はいいですね。はい、なんで、まあ、その辺はもうご自由に環境に合わせて使っていただくといったところですね。で、インセクトボーダーセットしまして、でここでセットしてエンド。インセクトボーダーってね、表側でモンスターがいるとね、自分が表に出てこれないんですよ。反転はできるんですけどね、反転召喚はできるんだけど、その特召喚とか召喚ができないから、ボーダーが。だから
こうやってセットして次のターンに表側でくるってやるしかない。うわ出たー、やばい、その動き。バースはそれがあんだよな、マジで。メインフェーズ終了前、いやマジでね、それがあんだよね、それがあんだよ。バースはやばいやばいやばい。ちょっと待って、バトル入った瞬間だな、ちょっとそれくれちょパクるわ。あぶねー、あぶねー、マジであぶねー、マジであぶねーわこれね。それがあるんですよ、バースだから。バースをなんとかしてしょらないとやばいか。いやまあでも言うてあれか、月神やるかなんとかあるか。はい、でこれ次のターンにインセクトボーダーくるってできるんで、まあ、多分なんとかあるんじゃないかな。しかもあの大取り物もあるしね。はい、で僕一人だけラッシュデュエルしてるんで2枚ドローを漏れがないとめっちゃくるな。パキアロも来たわ、激キモ盤面できるじゃんこれ。なんだよあのクソ盤面、やばいなんだよあのクソ盤面、やばすぎだろ。月神装備してない、ちゃんと月神装備しないとこれあれだからね、突破できないから。相手の守備力2100、はいこれでもうあのバースでライズハートが復活してくることもないということですね。これさ、あのさ、あーなんだ、相手がさ、まあ、なんかモンスター出してきて大取り物って打ったらさ、これどうなんの、死ぬ死ぬ、相手盤面いない、埋まってるからって多分入れないよね盤面に。ちょっと大取り物のせ、何最低が分かんない。これ5面埋まってる状態で大取り物打ったらそのモンスターって死ぬんすか。マジで分かんない、教えてくれ。とりあえずこの世の終わり盤面が完成して俺は満足してるよいやこれちょっと結界像をちょっと散らして入れますわ。はい、ワトルヘッジ行きまーすでもこの盤面圧巻じゃない、マジでメタビート使い多分この盤面見たら泣いて喜ぶだろう。わ先行欲しかった、これめっちゃ強い、ハンド先行欲しかった、マジでめちゃくちゃ強かったね。これ先行あったらボーダー召喚してからあのセットセットセット命削りができればめちゃくちゃ強いですねこれ。でモルガナイトのモンスター引いたらもう最強なんだけど。何これ、クリッターサイコイエルダー、おっとレベル3のモンスターが2体来るとユーマ、あなんだこれ、あケルビーニか、なるほどケルビーニ、わからん、なんだこのデッキは。クリッターいいだろう、クリ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 ヤタガラス、何誰ヤタガラスだと。なぜか UR カードとして実装された最強のモンスター20年ぶりに帰ってきた、満載の戦士、やべえな。おい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 、もうやぶさっ、おい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 、お前それはお前やばいんじゃねえか。ちょっと何そのセットカード、やばそうやべえ、本気でやばそう。ちょっと待って、なんかクソみたいなムーブしてるけど大丈夫、あれ相手。さあ一体全体何が起きるんでしょうか。スタンバイフェイズ、カックラン作戦、やばい流行の源泉実施したぞぜ。ああ！テケダ帰ってこい！うわ！出た！かく乱神殿コンボ！でテケダにはヤタガラス！終わった！勇気王終わった！勇気王終わりました！勇気王が終わりました！ありがとうございます！これもしかしてあれですか、200ずつ一緒殴られ続けて30ターンだけで殺されるやつですか、僕もしあの勘弁してくれよ、勘弁してくれよ。何これ、あリンクかテルビーに神殿で、いやユニコーンで、はい、ユニコーンで戻せ、ユニコーンでヤダガラス戻せ、はいはい、この世の終わりっていうネームにしてますけどマジで終わりましたね。はい、さあ、これ何が起きるかと言いますと、ヤタガラスが手札に帰りまして、で私のドローフェイズがスキップされますと、でフィールド墓地と手札、に私カードありません。はい、ちょうど100のこそやめてもらっていいかクソゲーがよ、ブロックブロック通報します。